肌についてお話をしたいと思います、腕をちょっと見ていただきたいんですけど、この部分とこの部分の違いっていうのが非常に、まあ私波乗りと魚釣りばっかりやってますので、こうシミそばかぐそがひどくなったんですね。でもここ十何年か、まあこの手の甲の方が綺麗になっていると。でどうしてかなと思ったら、このやっぱ手袋をしてるからじゃないかな、この手袋をですね、治療中に、毎日こうやって、してるわけですね。なんとちょうどこの手袋が当たってる部分からこっちは肌が綺麗になってるんですね。でこちら側は あんまり綺麗じゃない状態、昔のまんまということなんですけど、これ考えると肌がやっぱりしっとりしてる方がいい。これはもう湿潤療法ですね。それでこのワセリンを塗るんですけど、まあ、これこのくらいで300円か500円かそんなもんでお安くていいんですけど、患者さんの中じゃもうワセリン、ただワセリンだけじゃねえと、まあ40歳50歳になってきて少しお肌のことが気になりかけた時にもうちょっといいもんないかしらと、でも無香料で添加物が入ってないものと、そういうのをずっとこう考えてたんですけど、これはですねラナパーって言って、私が十数年前から使っている靴クリームの、まあ、会社なんですけど、この間靴屋さんがおいでになって私 の健康の靴のローリエを、入れてるところのラッキーベルという会社の方とお話した時にこのラナパーが話が出ました。これをですね美容師さん、手荒れがすごい美容師さんたちが手に塗っていると言うんですね。これ靴クリームなんです。でも中はワセリンに蜜蝋にというそういう天然成分ばっかりで保存料何も入ってないもんですから、手荒れやなんかに塗ったらすごく効果があったそうです。まあそれを聞いてメーカーさんにその、みんながこれを元にした何かハンドクリームを作ってほしいということでできたのが、これまあドイツ製なんですけど、レナテという製品なんですね。でこれにはあとカモミールとかですねローズマリーっていうお肌にいいものをもう少し足しまして、で、手のハンドクリームをですね、まあ、作ったと。ですからこれにいいものいっぱいこう入れたというもので、もちろん無香料で、保存料も入ってません。ちょっとつけてみたいと思います。まあこんな黄色いでスパチュラでほんのちょっとですね、もうこのくらい、まあ、分かりますかね、小豆粒ぐらいを、手にポンと乗せて、でこれで、まあ、こう伸ばしていくんですけど、これがものすごく伸びます。もう腕からですね、両腕から、手の指先から、だいたいこのくらい全部伸ばしても伸びるぐらいに、とてもこう体温でどん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 こう伸びていくんですね。で、これ量をたくさんつける必要は絶対ありません。料理も回数です。美容師さんは1日に何十人もこうシャンプーするんですけど、シャンプーするたんびにこうつけるんですね。ですから1日に10回も20回もつけてこうハンドクリームをなんていうんですかね、こうレナテでパックしてるようなものなんですね。で、私たちもまあ炊事をしたり水仕事をしたり、あ落ちたかなと思ったらすぐつける。でも量はほんの小豆粒程度で十分ですので、ですからこれ一つあると結構長持ちするかもしれませんけど、回数をとにかくつけてください。そうすると私みたいに1日 7,8 時間下手するとビニールの手袋をしていると、湿潤療法をやってるというのと、同じになるんじゃないかと思います。まあ、手荒れでお困りの方、手先とかですね、かかととか肘とか、困ってる方はどうぞお試しになってください。